この人ものすごい優雅じゃない？目の前で演奏聴きながら飲んでるって。あれこぼした今。アースアジアです。今日はねホグワーツレガシー8日目ですね、やっていきたいと思います。いや今回はねみんなストーリー進むよ。いや前回のさあのストーリー進めるよ宣言して冒頭の30分間何？もうなんかねそん時は気づかないんだよね。だからね今回はですね目の前にセバスチャン・サローを準備しました。もうここでセバスチャン・サローに話しかけるとストーリーが進みます。だからもう寄り道ない。もう最初の30分間は冒険することないから大丈夫です。ちなみにここでセバスチャン・サローに話しかけると多分図書室に行くんじゃなかったかな。それでは話していきます。禁書の棚に行くんだよね。セバスチャン、痛かった。トロールの襲撃の後3本の砲撃でルックウッドたちと何があったか見たぞ。いやもう覚えてないよ、もう結構前だからね。それも何をしたんだ。いやそんなに覚えてない。ホグズミードに2日間ぐらいいたのは覚えてるけど、ちょっとよくわかんないな。会ったこともないんだよ。他の生徒と勘違いされてるのかな。しらばっくれてるな。無理強いはしないけど、どういうことかそのうち教えてくれよ。力になれるかも。めちゃくちゃいいやつだな。なぜ僕を探してたんだい。フィグ先生のためにあるものを探したいんだけど、図書館の禁書の棚にあるんだ。先生が自分で結構いい感じに使われてない。自分の秘密は教えないけど頼るっていう。先生の連絡を待ってもいいんだけど。率先して動きたいわけか。そんなとこ捕まらないだけの賢さがあれば禁書の棚も怖くないんでしょ。その通り。今夜図書館の外で。今夜行くんだね。了解です。じゃあ夜まで暇ってこと。もしバレたらどうなるの？禁書の棚を見ててバレ退学かな。罰則だろうな。あ、罰則か。だから注意しないと。例えばポルターガイストのピーブズは避けること。え、邪魔してくんの？あいつはやたら物を壊すだけじゃなく僕らみたいのを見つけてチクるの大好きなんだ。うわ、邪魔してくんのか。いや罰則って何なんだろうね。あのトロフィーの部屋であの磨くとかそういう感じだったら率先してやりたいんだけどな。師匠はどうする。師匠がいるんだ。師匠のことはどこまで気にかけるべきなの。スクリブナーは図書館で秘密の活動が行われるのを嫌ってるんだ。だから全力で避けてくれよ。妨害してくるのか。戦闘になったりするんかな。僕は出し抜けると思う。さすがにないか。君はどうかわからないけど因縁があるの。じゃあまた夜に行こう。ありがとうセバスチャン。また後でね。よし、じゃあ夜までとりあえず。あ、ロードが入りましたね。あ、え夜？え、どこここ？図書室の中？あ、どこだろう？あ、わかった。これあれか、端かな。あー、わかった。はいはいはい、わかりました。で、今から図書室に入るんやけど、いや、図書室、まだ見てないんだよね。だから、観光したいです。観光したい。図書館の中見たい、いろいろ。ああ、今から忍び足に行くのか。あれが目指すドアだ。了解です。ダンブルドアだね。それと監督生に気をつけろ。スクリブナーにチクるのが大好きな連中だからな。気をつけよう、それは。見つかるなよ。いいな。わかりました。忍び歩きは得意。行こう。行こう。ちょっと待ってくれ。知っておいた方がいい呪文がある。あ、目くらまし術だ。これで習うのか。入っちゃいけない場所に入るのに便利なんだ。目くらまし。唱えると目の錯覚程度にしか姿が見えなくなる。え？距離を保って静かにしてれば大丈夫さ。それってどうめなれんのこれ。ま、そんな感じだ。目くらましってそういうこと？確実じゃないけど、あれは高いからな。ああ、これで。でも呪文ならただだ。はい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 。めちゃくちゃいい呪文だ。あ、飛んでる。ちょ待って、なんか飛んでたな。いやー、これどころの、ちょっと急ごう急ごう急ごう。早く早く早く間に合え。握手をしないと。フィールドガイドが飛んでるからね。ネクラマシ手に入れた。あー、ちょっと消しちゃったけど、あれフィールドガイドは？あれフィー、あ、いた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 。もう絶対バレる今の。響くと思うよ、こんな大きいところでさ握手を言ったら。で、呪文はどう使うんだ。違うな。あ、なんだ。近くのボス反応。あ、ハテナマークが出てバレるってこと。ちょっと戻って。呪文はどうやって使うんだ。違うな。あ、これか。はい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 、これで、これかな。目くらまし術。何がいらない。うわ、4つしかできないとしたら
レビオーサいらないかも。これで行くか。これで行こう。戻る。さ、来てるね。こっちから行くか。あ、これさ、目くらまし呪文なしじゃいけないのかな。ちょっと行ってみる。私に見えるなら監督生たちにも。え、行けそうじゃない。あ、やばい、バレる、バレる。ちょっと待って、あ、これで、おお、すげえ。おお、セバスチャンもするのね。サローもするのか。はいはいはい、これで透明。どんぐらいバレないんだろう。あ、絶対バレる、この動き。え、どんぐらいバレないか、ちょっと近づいてみる。あ、やばいかも、これ。え、バレるのはバレる。フィールドガイドがあった。ちょっと待って。レベリオの声も小さいんだ。中央ホールの泉、これ絶対バレるけどな。魔法界の住民たちがかたどった見事な像を表した噴水、土台の部分はぐるぐる回る、石造りの精霊たちが、印象的。これは、あ、ちょっと待って、これもやっていいか。ついでにこれもやっていいか。これ確かルーモスだよな。これ場所は分かりますよ。え、出ない。ミッション中はできないのかな、これ。あ、そうなのか。やばい、隠れろ。やばい、さすがにね、さすがにダメか。で、ドアに入ればいいから。これ入れる？これバレたらどうなるんだろう。うわ、どうする。左も気になるな。ちょっと待って。やばい、バレる。え、バレないのかな、これ。今のは何？え、こっそり通れると思った？バレた。捕まえたわよ。あ、近すぎたらバレるのか。了解了解、捕まりました。やり直しましょう。あ、こっからだね。了解了解。いや、近づきすぎたらバレるということが分かったから、近づけ、いけるか。あー、ダメだ、無理じゃねこれ。え、天才かよ。マットアイムーディの目みたいだな。あれ、透明マントでも見えるからね。マットアイムーディのあの目を持ってるかもしれない、あの人。怖いな。わ、どうしよう。これさ、だからさっきみたいに声を立てて、わざと若干バレるような素振り見せて反対から行けばいいのか。そういうことか。これでいい。あ、はいはいはい、わかりました、わかりました。ということは、さっきのやつも、右側に行って、あれ、右側から行けそうじゃね？人いないな。あ、いるな。こっちで、なんか、これでどうだ？はいはいはい、うまい！うますぎる！いけんのか、こっちから。あ、バレる！マジだえ！あ、バカ野郎！バカ野郎！片方しかいけねえのか！こんにちは、ちょっとセバスチャンサロー。え？なんか今、裏切ってなかった、今の顔。え、何してんのみたいな顔してなかった。いや、ここで時間使うとこじゃないから。透明になりつつ音を立てちゃダメ、静かに行こう。もうこれマイクの音も聞こえると思って。ちょっと喉枯れてるね。喉枯れてる理由はね、昨日も動画撮ったからさ、喉がもう枯れてます。あとなんか今さ、龍角散喉飴が売ってなくて、喉がね本当に治らない。今ね、中国で流行ってるらしいよ、龍角散喉飴。神の飴って言われててすごい流行ってるんだって。ちょっとぐらい残してほしいよな。大人がやめてほしいわ。中国ってさ、結構いけるいける。よし、いけた、いけたいけた。図書館来ましたよ、みんな。師匠がまだいるぞ。やばい、女の村へ。はい、わかりました。うわ、図書室だ。ちょっといろいろ見たい。図書室いいですね。ここに行けばいいのか。とりあえず一旦落ち着こう、ここで。うわ、いいね、図書室。なんかさ、ハリーポッターの世界とさ、図書室ってさ、なんか魔法の世界と図書室ってなんかイコールみたいな感じがしない？セットだよな。マックでいうポテトみたいな感じだよな。いや、上、え、この時間なら師匠はいないって言ったじゃん。あ、確かに。普段はって言ったんだ。でも大丈夫。図書館っていうのは8時に閉店するんだよね。鍵はあの机の引き出しの中だ。8時以降でも見張ってるってことかな。残業してんのかな。僕が彼女を机から引き離すから、君は鍵に集中して。全然話聞いてなかった。なんだって。金書の棚のエリアの外で会おう。金書の棚の、鍵がいるの。あ、金書の棚、鍵がいるの。呪文があるでしょ。
アロホモーラ。アロホモーラ前は使ってたけど、司書にそのことを気づかれてね。対アロホモーラだって。対アロホモーラ呪文をかけられちゃったんだ。そんなのあるんだね。すごいね、対策があるね。でもちなみにね、原作では禁書の棚に入るためには先生のサインが あったら入れるんだよね。だからさ、秘密の部屋の時は入って上級魔法だったっけ、最も有名ななんとかの魔法っていうのでポリジュース薬を発見できたんやけど、あの時はね、あのギルデロイロックハートにサインをもらったんだよね。なんか何してんの。あ、おびき寄せるってそういうこと。ピーブス、たまになんかピーブスみたいな声になるんだよな、私ね。いや、でもちょっといろいろ、ここさ、奥に何かあるんだけど、これどうやって入んだ？アクアメンティオみたいなやつで、炎を止めてから行くのかな？レパロとか違う？あ、でも治れだから違うか。レベリオ C のない。まぁ、ちょっといろいろ、わ、これ、あれもスリザリンにもあったよな。なんか結構ありますよ。これはあれだ、水晶だ。トレローニー先生とか好きそうなやつだね。左側は、うわー、こういうとこで勉強したい。スタバとか飲みながら勉強したいな。なんでこの図書館ってさ、ワクワクするんだろうね。もう特に本を読みたいわけじゃないけど、この空間にいたいと思ってしまうの、なんでだろう。うわ、誰ここ。なんか意識高いやついるな。あー、ここは像がある。これはあれみたいだね。太ったレディが映ってそう。これさ、2階行けんのかな。我が人もよ、会えてよかった。静かにして、見えんのかな。透明な状態でも見えんだ。ちょっと上行ってみていい？いや、ゲーム、このゲームがね、出ては分かったんやけどさ、2階あるんだね。映画の世界では気づかないことだよね、これ、螺旋階段。なんかさ、これ、ハリー・ポッターの世界ってさ、螺旋階段好きだよな。ありがち。これは何？あ、特にはなさ、あ、ありますね。これは誰だ？図書館作った人か？歴代最強の。図書室のあれ、昔の師匠ホグ、あ、そうだね、初代の、師匠の肖像が、噂によると騒がしい生徒にはとにかく、あー、なんかそんなイメージあるわ。少しくしゃみをしただけで生徒たちに沈黙。お口チャック呪文かけるんだ。チャックにする、怖いな。くしゃみで怒るってとんでもないよね。最近さ、花粉がすごいからさ、もう本当にくしゃみがすごい。あと喉がね、すごい枯れるのと、喉がすごい痛いし、乾く。ちょっと水飲むわ。だ、ちなみにね、今、スタバのタンブラーをこの前買いまして、この中に水を飲んで、水を入れて飲みようやけど、なんかね、意識が変わるっていうか、いい感じになる。語彙力ないけど、なんかね、集中ができるんだよね、ああいうタンブラーに入れたら。これ、え？ダンブルドア先生？え、似てない？ダンブルドア先生予備軍かもしれない。ヒゲが長いイコール、そして白いイコール予備軍だからね。ダンブルドア先生に後々なるかもしれない。うわー、いいですね、こういうの。本当になんかね、ハリーポッターの世界で一番印象的なのは、あれかな、謎のプリンスかもしれない。ハリーとさ、ハーマイオニーがさ、話していて、確かクリスマスパーティー誰誘うみたいな話していて、ロメルダーベインだったかな、その人が見ていて、惚れ薬を盛ろうとしてるみたいな話、その時にハリーがなんかちょっと有名だからねみたいなこと言って、ハリーのハーマイオニーから叩かれたシーン。ああいうシーン好きだよな。ああいう、なんだろうね、この私生活のシーン大好き。私生活、まあ、これはあれだね、物語がさ進みにつれてさ、まあ、なんかストーリーが結構進んでいく感じがするんやけど、こういうなんか、稀に見る私生活すごい好きだな、54ガリオン。あ、場所見てなかった。どこだ？あー、あれか、さっきの師匠のところか。これじゃあ、一周回っていきますか。いや、このルーモスしていてバレないのかな？絶対バレるけどね。こっち側は、ってか、この上の方の本ってさ、魔法で取るんだろうね。いや、でもさ、あれが見えないからさ、目次が見えないから取る必要ないよね、わかんないよね。こういうところにもなんかタブレットが置いてあってさ、ここにはこの本が置いてありますみたいな、ツタヤみたいになってたらいいよね。この辺はないか。なんかこのハリーポッターの世界のさ、図書館って結構重要なことが多いよね。例えば賢者の石だったら、賢者の石を作ったのはニコラス・フラメルであるとか分かったのとか、そういうシーンだったよな。秘密の部屋ではポリジュース薬作ったりとか、あとは、あれ、トム・リドルが、
ホークラックス分霊箱を作った、あれを知ったのも金書の棚らしいです。この辺かな。あ、いましたね。行きましょう、連れて行きましょう。絶対バレると思うんだけどな。2階までは見ないのかな。どうだ、今いるか。いなさそう。大丈夫だな、こっちか。あ、いるね。上は見ないのかな。え、セバスチャンサロン何してんだろう。ちょっと待って。今気づいたけど、セバスチャンサロン大丈夫？元気してる？セバスチャン大丈夫かな？怒られそう、さすがに。こんだけなんか図書室について話してたら。これはこれでいいか。はい、決まりました。この距離は外したくないからね。フィールドガイド手に入れました。もうなんならこれもう透明じゃなくてよくね。もう歩いていけそうじゃね、これ。上見、あー、あれが金書の棚だよな。あの柵があるところ。先生にサインをもらわないで入れるっていいね。これはこっちから降りれる？これもう普通に行けそうだな。これなんか、これやばいか。これやばい。あ、やばいかな、これ。ちょ、隠れるか。これ階段上がってきたりするんかな。歩いてる。ちょっと近づいてきてんな。やばいかも、これ。反対から行った方がいいかも。鉢合わせしそう。いや、止まったな。行ける。今いる。セバスチャンサロどこ行った？え、やばいか。あ、大丈夫か。セバスチャンサロどこにいんの？サロ、置いてかないでくれよ。サロ、こっち側。え、なんかさ、スリザリンの幕。秘密の部屋？もしかして。資産型セイセイの2回目ぶりぐらいの登場ですね。パーセ、でもね、たまにパーセルタング聞こえんだよな。みんな私生活で聞こえない？パーセルタングたまに聞こえます。で、あ、いたその立ち方は待ちくら、くたびれてる人なんよな。本を読んでるもんなんなら。ごめんね。ごめんね。セバスチャンサロ顔よ。顔よ。今、どんぐらいいたんだろう。20分ぐらい見てたのかな。ごめんね。ごめんね。待たせて。待たせたな。どうやって入んの？四角？あれ？え？あ、鍵がいる！鍵がいる！ちょっと待って、鍵を持ってないや。そうだった。やばい！ごめん！セバスチャンさんごめん！ちょっと鍵取って、鍵どこだ？あっちって言ってたな。了解。戻ろう戻ろう。ゆっくりちょっと。もうこれ無理じゃね？え、これ無理じゃ、あ、これか？気づかないな。あ、気づいた。だからこれで、こう行くのか。はい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 。そうだった。鍵がいるんだった。意外に近いけど、どこに、あ、探す。鍵だ。あったー。で、なんかある。これなんだ。ブラック校長、図書館での魔法の使用金。そうだよ、使っちゃダメだよ。誰かが金書の棚に忍び込んでいます。クレシダ・ブルーンは図書室を新しい呪文を練習する 個人的な場所だと考え、それやばいぞ。本当に手をつけられません。あんなふざけた行為に比べてピーブスの方がよっぽど大人に。いや、やばい。近い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 。大丈夫？え、動くんだ、あれ読んでる時も。時が止まると思ったけど、そういうわけじゃないんだね。じゃあ行きましょうか。待たせたな、セバスチャンサロン。思ったより簡単だったな。どの口が言ってんだ。さあ、これで金書の棚入れる。みんな、ちょっと本の作りとか違うのかな。一旦透明になるか。透明になってどうだろう。なんか作りが違ったりする？結構有名な本とかないのかな。これはなんだ、何の化石だ。あー、よくわかんない。まあ、この辺の本は読めるわけじゃないけど、なんだ。え、反純血のプリンスの本じゃない？違う違うな、さすがに。いや、でもなんかさ、魔法の世界の本ってさ、全部分厚いよな。なんか薄いやつもあっていいなと思うけど、全部もう広辞苑、広辞苑かコロコロコミックスか国語辞典ぐらいの大きさ。国語辞典あんな分厚いよな。この辺の本は読めないのかな。すごいなんかおしゃれだな、作りが。上級者に向いてそう。え、なんだこれ。闇の魔法動物の本みたいなやつ。怪物的
な、あ怪物的な怪物の本じゃないこれ。背拍子投げな、撫でないとダメなやつじゃないこれ。怪物的な怪物の本がある。ネビルが襲われてたよな。で、こっちは別にない。で、え、地下があんの、これなんだ。インターそれには役立ちそうに見える魔法がかかってる、うん、僕も二度騙された。表紙で判断するなってわけさ。ああ、そう、なんか傘があるな。ハグリッドの杖か。で、これあれだよね、握手したらすごい、あの、手掴まれて腕相撲みたいになるやつ。てか地下あんだね。初めて知った。金書の棚って地下があんだ。絵画がある。これバレる、バレない。基礎呪文を使って誘い出す。あ、これもうやってる。すごい、もう応用ができてる。ゴーストだ。え、見られるなよ。ゴースト、どこにいんの。あ、やばいやばい、ちょ、え、いなくね、近くにいんのか。レベリオ、あー、いんな。はいはい、あそこにいるからおびき寄せないといけないの。あ、壊しちゃった。違う、あれ取れない。あ、あの方は取れないのか。なるほど、騙されたぜ。で、これは基礎呪文使って新、そっち、ま、どっち回り、どっち回り教えて。あ、本が動いてる。え、本が、待って、これなんだ。まあ、取れるわけじゃない。やばい、2体いんの。え、会話してる。これさ、こっちにして一旦戻るか。一旦戻ってはてな、まあ、こっちから来んじゃないよ。これでどうだ、あっち行った。はいはいはい、あっち行ったな。よしよしよし、今のうちか。今のうちに行けるけど、このゾウは禁じられ、禁書の棚でもこういう絵画があるの、いいね。さあ、よし、こ、いや、じっくり見ていきたいけど、怖すぎ、ここ危なすぎる。で、あれはアクシオでは取れない。で、こっちにおびき寄せーの、おびき寄せられない。てか、これ右側行けんのかな。バレる、ちょっと行ってみっか。こっちは、あ、宝箱だ。こんな時間にうろついてる人なんていないわよね。いませんよ、いませんよ。若い人には危ないから、そこから出た方がいいわ。ああ、いい人だったけど、ごめんなさい。うわー、バレたのか。捕まりました。それには役立ちそうに見える魔法がかかってる。はい、僕も二度騙された。表紙で判断するなって。そうだよ、なんか本って結構さ、表紙で騙されたりするよな。あとは買って満足しない、みんな本買ってなんか満足して読まないことない。ゴーストだ、見られるなよ。さあ、これで、あー、だから壊せるのか。はいはいはい、これでいけるようになったらね。で、さっきの宝箱はロックが必要だったから入ることが、今チャンス、絶対いける。お、狼人間だ。へえ、すごい。で、こっちは、この辺もなんかよく見ていきたいな。この像とかは、大丈夫、よし、危ない。で、こっちでこうしといて、おびき寄せて、まあ、ここはもう行くか。まあ、後にまた見れるかもしれないから。これはなんだろう、すごいすごい、なんかちょっと待って、もうダメだこれ、トラップが多すぎる。嫌な顔するな、セバスチャンサロー。だって気になるじゃん、だって人から羽が生えてたんだよ。気になるだろ今の。いや、今のは巧妙なトラップだな。やられたぜ。走れ、間に合う間に合う、よし、行けた、ギリギリ危なかった。もうこそこそ、お、大丈夫なの。どっちどっち、あ、いや、いるじゃんいるじゃん。あ、お前バカだれ、お前裏切りやがった。え、妹のアンが割れてんだろ今な。治療法を探してる。隠れろ、絶対来るって、隠れるって。大丈夫か。あ、よかった。ホグワーツの行為が、何の話してんの今。絶対セバスチャンバレたよな。ちょっと待って、これ見たい。でも自分で調べることもできる。これは何だろう。ひとまずこの件は大丈夫。レベリオして、あ、特にあるわけ、エイがいる。探し物エイの標本か。エイのさ、内側って可愛い顔してるよな。じゃあ、これはありますね。使い古されたやつが結構ありますね。拷問するやつとか、ベートーベンに近いな。
で、こっちはさらに禁書ってこと？この柵、あ、動くからこういう風に柵が張られてるのか。すごいね、この本が動くってやっぱすごいな。いいですね。この辺はレベリオはない、絵画はケンタウロスと禁じられた森なんだろうね。で、これはこれセストラルみたいじゃ、え、顔いっぱいある。すごい、ドードリオの進化系、ダグドリオの進化系か。ダグドリオは違う、ドードリオか。ドードリオの進化系みたいだな。こっちは特にない。中も変わった様子は、何の手だろうね。孫の手かな。孫の手にしては物騒だな。こっちはなさそう。うわ、禁書の棚見たいね。先生からサインもらえる時ってどういう時なんだろうね。てかトム・リドルは誰からサインもらったんだろう。ホラス・スラグソホン先生に禁書の棚について聞いてたから、サイン、え、スラグホーン先生から聞いたんかな。違う人なのか。こっちは特にない。いや、この宝箱早く開けたいけどな。まだ開けれないんだよな。何かあるぞこれも。あぶぬ、怪しいやつだこれ。最も邪悪なる魔術だって。え、そりゃすごいな。これがあれじゃない、ホークラックス分霊箱が乗ってるやつじゃない。そういう名前だった気がする。で、こっちは特にない。あ、またいるね、デミガイズ。これもどうやって開けんだろうね。ピクシー妖精かな。ピクシー妖精みたいなやつがいる。で、この奥か、どうなってんだ。さらに地下、金書の棚ってこんなに広いんだ。あ、物置みたいになってんね。で、これはこれもね、いまいちわかんないんだよね。動かないし、なんかで触れるんだろうな後に。絵画がいて、この辺も何か、うわー、これはレパロかな。はい、で、レパロ、あれ治らない。誰なんだ、セバスチャン。いいですか、小さな新しいお友達が立ち入り禁止。名前覚えろよ。ちょっと傷つくやつ、隣のやつとか言われたら。あ、やばくないこれ。ピーブス、いいか、言ってやる、言ってやる、言ってやる、やばくないこれ。ピーブスめ、やつを止めないとまずい。まずいぞ。それかせめて師匠と話して言い逃れしないと。あ、確かに、危ないことは、わ、なんかこのさ、選択肢さ、書いてあることと違うから、その先まで読まないといけないんだよな。危ないことはやめてってしたら一人で行く、し、あ、信じていいのにしたら一人で行く、で、危ないことはやめてってしたら一緒についてくる。どうしたらいいんだろう。信じるか、信じていいの。これ言ったら多分全然違う言葉きます。まさか師匠に僕を突き出すことじゃない。ちげえだろ。そんなわけないだろ。真逆。そんなことなかっただろ。今後あのポルターガイストめ、どこへ行ったんだ。真逆のことだった。で、どうしたらいいの。宝箱だ。あれ、出てこなかった。で、ちょっと行ってみる。ちょっと戻っていい。どうなるんだろう。セバスチャン追いかけてんのかな。先生に今頃謝ってんのかな。ちょっと行ってみっか。どうしてるんだろう。やばい、またセバスチャンに怒られるかもしれないけど、いいんだ、図書室、図書館をゆっくり見たいからさ。いいね、金書の棚を堂々と。この甲冑はレパロで直せそう。ああ、戻れって言われてる。戻れって言われてるけど、ちょっと見に行くか、どんな感じになってんだろう。でも、ゴースいるんかな。ここでバレたらさすがにキレられる。セバスチャン・サローが闇落ちするから透明になりつつ、いる？ゴースト、いる。これ、あ、間違えた。あ、やばい、こっち見るな。よし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 、ちょっとカットするけど、戻ります。どんな感じになってるのか気になるから。この甲冑はレパロで直せそう。甲冑はないのよここには。でもう一人ゴーストがいない。あ、本が飛んでる。え、人間なら引き返した方がいい。あ、エリアに戻れだって。いや、どっちに戻るのもダメじゃねこれ。人気
基準生徒に会わないといけないの？ごめんなさい、どっち、あ、エリアに戻るって言われたし、ゴーストに見つかる、これはシャレにならん。なんでバレてんのって言われてそう。何してんのって言われてそう。ごめんなさい、戻ります。どっから？それで何探してるの？双子の妹のアンがホグワーツに復学できるよう治療法を探してる。みんなサジを投げやがった。どうして禁書の棚に治療法があると思ったの？双子の妹がいるの？ホグワーツの通りならアンを治せるんじゃない？ああ、看護師にも病院にもついていたから、ね、アンだけに今アーンって言ったのかな。でも自分で調べることもできる。ひとまずこの件は大丈夫。君の探し物に集中しよう。わかりました。うわ、それで探し物は？え、めちゃくちゃめちゃくちゃいい人だよな、セバスチャン・サロー。いい旦那さんになりそうな気がする。自分を優先しないところね、人を立てたりするところ、協力するところとかいいですね。で、ピーブ作るんでしょ。行ってやる、誰なんだ、行ってやる、セバスチャン・サロー、こっちが言うからな、先生に言う前にこっちが言うからな。ピーブスっていつ寝てんだろう、気になるね。おい、ピーブスか、いいか、行ってやる。もうなんかすごい覚えるこのフレーズ。行ってやる、行ってやる。ピーブスで、じゃあ上してみようか。危ないことをやめてってしたら、どこにも行かないで。待って、危ない目にあってほしくない。あ、同じ意味だ。処罰のこととなると僕には才能があるんだ。処罰の才能って何？友達に菓子を作るのが好きでね。かっこいい。さあ行くんだ、幸運を。かっこいい、セバスチャン。セバスチャンサロンめちゃくちゃかっこいいな。みんなわかったでしょ、スリザリン生徒が全員悪いっていうわけじゃないよ。人で決めてほしいね、量で判断するんじゃなくて。で、レパロだね。はい、こっから一人で行かないといけないのか。すごいね、トロールの甲冑なのかな。で、こっちはルーモス C の箱。おしゃれな制服、なんでここにおしゃれが置いてある。でもなんか古着屋みたいなところ寝てるのかな。寝てますね、かっこいいポーズで寝てるな。で、こうさらに地下がある。金書の棚すごい。金書じゃない、もはやここ。もう全然違うところに出てる気がする。こっからホグズミードに行けたりしたら面白いんだけどな。ここはなんだ、なんか賢者の石って、やっぱり古代魔術の痕跡だ。賢者の石ってこんな感じのとこだったのかな。この部屋には何かあるはず。うん、あ、え、これあれだ、ワープ。調べるでいいのか。やった、アーチが出てくる。うわー、そうだよね、なんかそんな気がした。反対から入ったら何もない。だがこっちに入ったら、うわ、なんかあるの見える。入るよ、入ります。ルーモス、あー、螺旋階段になってて下は、うわ、宝箱だ、降りよう。で、こっちは何か、レベリオしながら、この辺もね、宝箱があったりするから。上にありますね、あれは、あー、外かな、外か、あれ戻れる、これ戻れる。宝箱開けてなかった、よかった。ローブ、コーディロイのローブ手に入れて、まあ高く売れそうだね。で、ルーモス C の宝箱多いけど、アイテム大丈夫かな。何この宝箱、でかい。お、コバルトの冒険コーディネート、コーディネートはコーディネート。さあみんな着替えてきました。エメラルドなシルクロードっていうの着たんやけど、スリザリン生の感じがより強くなりました。で、これで入ればいいのかな。アテナエウム、なんだそれ。入るよ、入ります。いやー、なんか戦闘が起きそうな気がする。これは、え、見たことあるかも。先行プレイ、外の世界。で、どうやって行けばいいんだ。あ、これアクシオじゃない、多分。アクシオはもうレパロ使わないと読んで、アクシオはどれだっけ。これか、違う、これルーモスか。これか、あ、これか、アクション。よし、これでいいか。違うねー。これは、あ、落ちる、危ない危ない。どうしたんだ。これでいいのか。あ、はい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 。ただ呪文当て、なんかさ、アクションでさ、寄せるってやつなかったっけ、気のせいかな。で、レパロしながら、レベリオンしながら、
何もないか確認しながら行こうね。宝箱があったりするから、こういうとこ。万人が待ち構えてる。万人どこ？あ、いる。ちょっと待って待って、ちょっぱなから分からせる。アバだけダブラー。よし、アバだけダブラアバだけダブラをこんな感じに唱えるやついないよな。ひどいよな、レベリオ。いや、やばい。さあ、でも戦闘は結構強くなったからね。よし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 、インセンディオ強ー。え、みんな褒めて。なんか結構強くなったんだよね。よしからの寄せて。いや強いね戦闘が楽しすぎる。なんだって、古代の魔力は10コンボ以上したらアップするのか。で、ライフも回復すんのか。はいはい。で、これはもう一つのメモリが、さっきだから雷が打てたのか。アバだけダブラーって言ってたよな。ボルデモート並み。最後のさ、パート2でさ、あの禁じられた森にハリーポッター行った時のあんぐらいの勢いでアバだけダブラー言ってたもんな。アバだけダブラー。さ、敵がいっぱい出てくるってことだね。了解です。ここはいるね。勝負の時。さあ2対1か。来い、勝負だ。まずは寄せて攻撃しの10連コも、あ、違う、あの、そっか、レベリオじゃなくてなんだっけ、ちょっと危ない。よし、攻撃だ。さあ、よかった。レビオーサが今消えてるから、これなんだろう、これ取っとくか一応。で、レビオーサが一応、つけとった方がいいか。まあ、透明になる必要ないと思うから、どれだ、これか、これ、あ、違う、こうでいいのか。はい、攻撃特化でいきましょう。で、なんか宝箱あんだけど、いけないね。どうやっていくんだろう。こっち？お！なんか出てきた。あ、これでいけんのか。で、はい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 。うわ、これはまたいいやつじゃない？うわ、スロットいっぱい、何やってんの？よし、何個か撃ってきました。で、コーディネート。これは強いんかな？これ見てみましょうか。なんか紫だったから、さらに強い感じのイメージがあるけど、これだったっけ？どれだっけ？あれ、どれだっけ？なんかね、あ、こっちか。で、あ、これか。13。え、強いんじゃないこれ。非凡？非凡って書いてあるのかな？これ強そうだね。これ着てみると。あー、でもちょっとダサいけど、まあ着とくか。これで行きましょう。攻撃力も結構高くなってきましたね。さあ、これで進んでいくか。道ができるっていいですね。え、だから、あ、こっちもなんかあるんじゃないの。こっち側は、あ、でもレベリオないのかな。ないね。で、これは叩けばいいんだな。叩けば橋が出てくる。これでいいのか。よしよしよし。ちょっと待って、間に合え。あぶねえ面白いじゃないか。すごいね。結構シビアだった今の。レベリオ、いや、誰が作ったんだろうね、こういうところ。また敵がいるんだろうな。あれ、いないな。これはこれでいいのか。レベリオ C のこの辺は行けるところはなんか、あ、怪しいね。飛ぼう。足できましたね。はいはいはい。で、これにとって、ええ無理じゃね、こっち。え、無理じゃね？え、届かなくね、これ。届く？ちょ、飛ぶよ。あー、いけたいけたいけたクソだせはーんって言ってたね。で、これは、え、これ無理じゃね？これ叩いたり、そういうこと。はい、なんか今日冴えてんな、マジでよしよしよし、でも急ごう。取って、マフラー戻れ。よしよしよし。で、これも、はい、これでいいのかな。あー、なるほど、あっち側ができるけど、え、戻れなくね、これ。あ、これでいけんのか。はいはいはい、よかった。あ、だからさっき叩いたらよかったのかな、ジャンプせずに。で、これは、あ、2箇所に分かれてるから、移動最中にボタンを押しの、早く来い、早く。よし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 、これでいいのか。
ち着いて集中しないと。しないとね、そうだね。よし、開けて帽子。いや、ボス的なやつがいそうな気がするな。どうなんだろう。ここ怪しいね。最終関門みたいなところだ。さあ、あーいや、まずは敵がいるな。6体か。いけるぞ。いや、8体いる。さあ、どこからでもかかってこいよ。真ん中にいてやろう。さあ、攻撃開始だ。プロテゴステペファイ。よし、で物を使っちゃったりして。いや、何、危ない、危なかったな。あれ、プロテゴで守れんのかな。やばい、プロテゴ、ちょっと待ってね。で、物なんで使っちゃったりしてね。プロテゴからの見えてるよ。よし、うわ、強い。やばい、落ちる、危ない、危なかった。よしからのアバタケタブラー。よし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 、プロテゴ、さあ、うわ、強い。え、上見ないといけない、強い。やばい、負けるかも、さすがに。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いったタイムとかない、タイムとかない。真ん中危なすぎ。よいしょ、かわして。さあ、攻撃しいの、大丈夫よ、ゆっくりよ、慎重に。プロテゴとか使って攻撃、これはかわせ。よし、危ない。よし、でもなんかさ、BGM なし戦闘 BGM とか惜しかったかも。さあ、これで攻撃シーンの使えないのか。これなんかロードの時間もうちょいさ短くできる呪文があったらいいよな。さあ、倒したぞ。まあまあまあ、強かったけどもいけましたね。さあ、これで終わりか、ラスボスか。ラスボスっぽいな、このエリアは。どうなんだろう。見つかったのは、ちょっと待ってね、本か、本か、え、本があったの。こっちはない。あ、トム・リドルの日記だ、これは。そうだね、こんにちはって書いたらこんにちはって書くんだろう。違うのか。ポートキーが、触るな。え、何、え、憂いの狂い、過去を見れんのか。都合よく憂いの狂いが置いてある。誰かが仕込んでんな、これ。なんかの情報を見せたいんだろうね。さあ、憂いの狂いに入って、これは創設者パーシバル・ラッカムじゃない、あれ。これはどこだろう、ホグズミード、違う、なんだこれは、水かな、から、あ、水が飲めないってこと、貧しいってことかな。雨降らすの、あー、なるほど。何のシーンなんだろう、このさ。パーシバル・ラッカムについてさ、パーシバルだからダンブルドア先生のおじいちゃん、お父さんのなんちゃらこうちゃらって言ってたら、すごいコメントで批判されたんやけど、いや、多分ね、つながりあると思うんだよね。同じ名前なわけないもん。だから、すごい、魔法って。だから私が思うには、名付け親とかそんな感じじゃない。ハリーのさ、子供もさ、セブルス、アルバス・セブルスってつけたように、そんな感じにつながりがあるんじゃないかなと私は思ってる、パーシバル・ラッカムについて。後ろのやつはなんだっけ、名前なんとか、ルックウッドだったよな。晴れたね。このパーシバル・ラッカムは先生だったの、違う、校長先生だったのかな。創設者ではないよね。お、言葉がないの、学校じゃない、これ。さっきの生徒、違う、フィッツジェラルド先生、ラッカム、石戸モーガナ、石戸ラモーガナ、パーシバル・ラッカムだ、やっぱり。よく来てくれた、モーガナ。ルックウッド先生、バカ先生、バカ悪口だな。すっかり馴染んだよ。誰、バカって誰、どの人から、気になる。フィッツジェラルド、違うね、異例尽くしだったから。あ、一緒だな、偶然だが、私もホグワーツに5年生で入った。あ、一緒だな、奇遇だね。聞いたことがないよ、モーガナーク君。
あ、これがチャールズ・ルックとか。何年も前に我々が君の村で見た美しい渦というものについて聞きたがっていたね。すぐにピンときました。あの時はありがとうございました。気にしないで。ええ、バーカ先生って誰なんだろう。魔法の渦が見えたんです。魔法の渦。父にはお前の空想だなんて言われましたけど。ああ、マグルなんだね。それは空想ではない。魔法で。パーシバル、いえ、ラッカム先生もそれを見ることができるのよ。パーシバルって言ってるってことは、下の名前って言っていうことは親しいんだろうね。ささやき声や痕跡のようなものはある種の古代魔術に関連している。パーセルタングじゃなくて古代魔術なのかな、これ。それを操ることができるものは。飽きた、バカ飽きた。そのものがクレル先生みたいな。じゃあ痕跡が見えるなら話が入ってこない。ちょっと集中しよう。変えるってことですか。きちんと訓練すればな。だがあまりことを急ぐのはやめよう、ミス・モーガナーク。モーガナーク。そういう魔法の訓練を受けたければ、まずはホグワーツで教えている魔法をすべて覚えるんだ。ああ、アジアに似た感じの感じか。大きな災いを呼ぶ危険があるもの。フィールドガイドとかそういうこと。限られた人に留めておかないと。今日ここで話し合ったことは決して口外しないこと。やばい。いいね、そんなすごいこと話してたっけ。言いそうな顔してる今の人。言いそうな顔してた。にやついてたもん。あの焦った顔してなかったもん。緊張感がある顔じゃなかった。完全に悪ふざけで言いふらすタイプ戻りました。やばい、これは。セバスチャン。セバスチャンは吊るされてない。大丈夫。もう金書の棚にまた忍び込んできたの。終わりだ。いつまでいたずらに付き合わせる気。罰則くらいでは足りないよね。退学。セバスチャン大丈夫。校長先生に報告しますからね。やばいじゃない、これ。ティーブズによると、あなた今夜は一人で来たわけじゃない、ね、やばいぞこれ。誰かに命令されてさあ裏切るのかな。こういうシーン見れるのいいよね。いや、セバスチャンはね、多分裏切らないね。あなたは賢い。バカはやめなさい。ピーブス顔怖。誰もいません。え、僕だけです。お前モテるだろ。あ、セバスチャン絶対にモテる。おじ上が何というかしら。おじ上、偉い人なんかな。で、物語が終わったのかな。いやー、セバスチャンマジでいい人だった。ちょっと挨拶しに行こう。カシオレでも持って挨拶しに行きましょう。で、これでもう禁書の棚は常に入れるようになったりはしたのかな。もう一回行ってみる。どうだろう。あ、入れるんだ。ゴーストいるのかな。ちょっと見てみるか。どう。こんにちは。あ、いないね。自由に見れるんだ。これはなんだ。セストラルに乗ってる骸骨。セストラルもこういう風に描写されてるんだね。まあ、よく見てなかったから今から見ていきます。これは、ヒッポグリフなのか。で、この像はなんだろう。クルクシャンクスみたいだな。何この4つの仮面。ホカゲ？ホカゲかこれ。マスクマンみたいなやつがある。で、この小さいのはなんだろうね。カラカラみたいなやつだな。なんか飛んだな、今。本が飛んだ、今。いや、禁書の棚をゆっくり見れんの、マジで嬉しいわ。こいつよ！コウモリかよ、ただの！この絵を見て、なんだ？ミミズかな、これ。なにこれ？なんの絵、これ。わかんない。魚だったりとか。これはレベル6で解除されんのか。もうちょい下も見ていきますか。いや、禁書の棚に入れるのいいね。なんか読める本とかないのかな。フィールドガイドとかあったら面白いんだけどね。この本は何な、ありますよ。見ましょう。魔法の本、普通だな。可能な限り近づきたくない本。本読んでると突然飛び跳ねるだけでなく、内容もバカげていて教育的価値はまるでない。禁書の棚なのにそんなことあるの。なんか理解できないだけじゃないのそれ。主人公がさ、理解できないからそんなこと言ってるんだしょ。そういうことだしょ。だしょって。こっちはフィールドガイドないのかな。いや、でもこういうの読みたいね。
さっきはフィールドガイドなかったからね。いやでも早くストーリー進めていきたいな。なんかロックが解除できるとこもたくさんありそうだから。謎に一周してきたけど謎に一周、地図の間に、なんだ、二周したことによってどっか違うとこ行けんの。そういうこと。とんでもないところに着くんじゃない。二周するやついねえだろう。ほら、どこ、みんなここあれだ、ここなんか一番最初に来た気がする。なんだ、敵はいない。どこに来たんだ、わかんない。あ、上に行ける。違う、初めて来た、ここは。2周することによってやばいエリア来たんだけど、これいいのかな。ストーリーがまた進んだの。フィールドガイドは本当に便利、だからどこのフィールドガイドが開いたのこれ。ちょっとマップ見るか、どこにいんの今。ホグワーツの中だなこれは。まあ上がっていくか。ここは多分知らない、全く違う。出れなくね。うわ、なんか解放条件があんのかな。やばいかもこれ。これもしかして戻れないこれこれもしかして罪、これもしかして罪かな。ないもんね。いや、まだ来るのが早すぎたってこと。多分再度あそこに入ってっていうクエストが出るんだと思う。でここにもたくさんのモンスターとかが現れるんじゃないかなあ、下にもある。なんだこれ、こっち行けんの何をごまして、あ、開かない、開かない。まだなのかな。あ、違う、こっから来たのか。なんだ、こっから来たのかもう覚えてない、どっから来たかも。いやー、じゃあこれさ、ワープで戻れんのかな。戻れなかったらもう終わりよ、これ終わりよ。ちょっと待ってみんなみんなホグズミード行ける。こっからホグズミードやったら行けんのかな。あ、よかったー、戻れたー。あー、もう二度と戻れないかと思った、よかったー。何してんだろう。あー、よかったー、ただいまー。もうなんかここが家みたい